縄文時代から住んでたというね、この場所なんですけども、矢掛城があったという場所に僕は懐かしい感じがするんですね。ここから見る小田川の風景は素晴らしいですね。太古の昔からここでみんな、酒を交わしたり、みんなでこうくつろいでた場所なんでしょうね。で僕はですね、ここにいてると本当にこれからの時代はこういうところで住んで、本当に畑とか土を触って生きる時代が来たんじゃないかと。知能交渉の工業と商業がもうダメになって、農業中心の生活が世界中に来るんじゃないかと。これがパンデミックですよ。実は今まではもう本当に世界中が皆さん移動して、世界中のものが日本に入ってき、世界中のものを売ったんです。これからは自給自足で人々が自分で作り、自分で耕し、自分で育てる、本当にそんな時代が来たような気がします。大国主は袋を持ってて、袋の中に種があって、その種を畑に植えて育てる、これが縁結びなんですよ。この時代がいよいよ来ましたね。そしてその育てる喜びを感じれるような時代が来ました。これからは土で暮らす、土の上で本来の人間の姿に戻る、自然と一体となる、これがコロナウイルスによって起こったんです。これから時代が変わります。皆さん、都会から田舎へ、そして土へ帰りましょう。そんな時代が来ました。さあ、これからの時代、行くぞ、よし行くぞ、はい、気持ちいいな。ここはですね、吉備津神社の恵比寿さんですよ。恵比寿神社でございます。だから空いてましたよ、今日は。もう今日は恵比寿の福はどんどんね、私の体についていきますよ。楽しみですね。商売繁盛で笹持ってこいこい。うわっはっは、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 恵比寿顔。エベスさんや、